魔法使いハウルと火の悪魔はダイアナ・ウィン・ジョーンズ作のファンタジー小説。1986年間。日本語訳書が1997年に出版された。翻訳者は西村厚子。ダイアナ・ウィン・ジョーンズがある学校に招かれ、生徒たちと話をしている時に一人の少年が動く城の話を書いてくださいと言ったことがこの作品が誕生するきっかけ。 2004年に、スタジオジブリのアニメーション映画、ハウルの動く城が制作された。インガリー国は7リーグ靴や姿隠しのマントがある、魔法の国。おとぎ話で3人兄弟で運試しに出れば、長男や長女は手ひどく失敗することは誰でも知っている。帽子店の3人姉妹の長女ソフィーハッターはそのことを信じていた。その頃、街では、アレチの魔女や、 給料地帯に現れた動く城に住む魔法使いハウルの噂で持ちきりだったが、ソフィーが学校を終えるとし、父親が亡くなり、加えて莫大な借金があることがわかる。三人は学校を辞め、ソフィーは帽子店でお張り子を、レティはパン屋、チェザーリでホーで奉公、マーサは母親の知り合いの魔女のもとに修行へ行くことに。ソフィーは人と接することなく帽子店で帽子作りをし、 その生活が長く続いたため次第に心を閉ざすようになる。ある日、店に荒れ地の魔女が現れ、呪いをかけられたソフィーは90歳の老婆にされてしまう。帽子店にいられなくなったソフィーは町を出て、丘陵地帯で魔法使いハウルの住む動く城に転がり込む。魔法使いハウルと火の悪魔の姉妹編として、アブダラと空飛ぶ絨毯、チャーメインと魔法の家が出版された。 主人公は別の人物だが、ハウルとソフィーも登場しその後の様子をうかがい知ることができる。日本ではすべて、ハウルの動く城シリーズとして発売されている。ありがとうございます。